こんにちは、柳沢です。今回なんですけれども、2の1はいかに急所なのかというテーマでお話をしていきたいと思います。詰碁の急所は2の1にあるという、そういった格言もありますし、実際にそこが正解になる問題というのもたくさんあるんですけれども、やはり詰碁に慣れてきますとね、この2の1が正解になる筋というのがパッと浮かぶようになってくるんじゃないかなと思います。もちろんね、いや私はまだそんなにパッと浮かびませんという方もいらっしゃると思いますので、2の1がいかにいい場所になってくるのか、どういいのか、なんでいいのか、そしてこんな場合でも2の1がいい点になるんだというのを、一緒に見ていきたいと思います。最初の2問はですね、特に基本詰碁という部類になっていきますね。実戦でよくできそうな形ということになるんですけれども、後半の3問はですね、これも実戦系ではあるんですけれど、ちょっと難しい形になりますし、よりアクロバティックなといいますかね、面白い2の1の筋になってくると思います。いずれもね、2の1が、素晴らしい手筋になってくるというのがよくわかる問題になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。さあ、それではまず左側から行ってみたいと思います。さて、この黒の形ね、もう散々ね、2の1が大事と言ってますので、ここがね正解だというのはお分かりかと思うんですけれども、これしかしですね、この2の1が急所っていうのを知らないと、多分ね、直感的にここに目が行く方が多いんじゃないかなと思うんですよね。これでこの切りを防ぎながら、ちょうどこの2眼をね作りやすい、こう真ん中にこう仕切りを作るような形になっていくように見えますよね。しかしながらこれはですね、白にこちらにつけられてしまう、この2の1の場所を取られてしまうんですね。そうすると黒は、ここにもちろん打てませんね。当たりになってしまいますし、こっちに、放り込んでも、これは取られてね、コウになってしまうという形ですよね。もちろんほっとくわけにいかないですよね。ここで打って返しにされてしまう形でもありますので、結局黒がね、ここに打ってコウに持ち込むよりないということになってしまいます。ということで、これは2の1に打つことによってすっきりと生きてるんですね。切られてもつないでおいて何事もありません。ここよりもここの方がこの黒をしっかりと守れているということをですね、ちょっと味わっていただければなと思います。さあ、続いて右側ですけれども、これもね、やはりこの2の1が正解と、ここが急所ということになりますね。これは、例えばここに来たら、こちらから受けておきまして、この白をね取れてるので1眼あるし、ここも絶対1眼あるということで黒生きてますね。ここちなみに白からね放り込まれても欠け目にならないですからね、取っておいて、放り込んだら黒はつなげばいいだけですから大丈夫ですね。さて、これも対比、比較対象としては、ここに打ったらどうなるのかということですよね。これはね、別のテーマでもお話ししたんですけれども、狭めてから急所を突くというやつですね。白は羽から狭めておいて、この2の1の急所を突いていきます。そして黒がこう受けたら放り込みね、今度は黒ここに打てませんね。この4個当たりになっちゃいますから、取るしかないということで、欠け目になって、死んでしまうということですね。当然これはこの2の1の場合に白が跳ねてきたら、ちょうどこのね押さえた時にここにいい感じに目ができますよね。そしてこっちも目ができているということで、綺麗に生きているわけですね。これここかここかがすごい違ってくるということですね。そしてもう一点、黒が初手でこちらに打つというのも、これに対して白はこの2の1にね置いてきますよね。これでこう受けたら欠け目、外側を受けても白は内側からね突っ込んで当たりにすることができますので、この点がね欠け目になるということですね。やはりこの2の1が急所になってくる、お互いに急所になってくるということですね。さて、ここまでの2問は最初のね2の1が急所と、そこに打ちさえすれば生きれるという形だったんですが、ここからはねちょっと難しくなってますね。そして2の1にこれ連打することによって生きるという面白い問題になってるんですね。もうすでにね、かなり大ヒントを言っている状態なんですけれども、ぜひね、どんな形で黒生きることになるのかというのを、ぜひね、考えたい方は一時停止をして考えてみてください。さあ、それではまず左側行ってみたいと思います。これはですね、何回か僕の動画の中で取り上げているので、さらっと行きたいと思うんですけれども、これ、かけ継ぎを打つというのが第一感で浮かぶ方が多いんじゃないかなと思いますが、これは当たりされてしまいまして、つなぐと、大きから、繋いだら、またこちらにね、狭めていって、
こう打つと黒は生きられませんね。この2個を取っても打ち掛けをされて欠け目になるだけなのでまずいですね。ですから黒はこの時点でコウに弾いていくしかないということになります。ゆえにこのカケツギは失敗ということになります。ということでこれ正解はこちらに、まあ、2の位置に打つと、これがいい手になります。そして白はですね、外側から当たりしてね、狭めてきた時にもう一回2の位置に打つというのがいい手になりますね。こういう問題を見ると2の位置がいかに急所かというのがよくわかると思うんですけれども、こことここのね、この2点で一眼最小限のこの手数、最小限のコストで一眼を得ることができるわけなんですよね。これがすごく効率がいいんですね。なので2の位置がやはり急所になりやすいんだと思います。念のためこれも付け加えておきますけれども、生き死にに関わるときに2の位置が急所になるということですからね。このような詰碁の形、死活が関わるときというところで2の位置が大事になってきます。それ以外のときはあんまり気にしなくても大丈夫です。しかしこと詰碁に関しては大いに、生きてくるということですね。さあ続いて右側ですね。これも実践でできそうな形です。これはまず急所というと、なんかこの辺に打つ手がね、見えるかもしれないんですが、これはですね、外から狭められて、またこっちから狭められて、そして急所に打たれると、これは黒息がありませんね。じゃあこちらにスペースを広げていこうとすると、猿滑りでね、一気にこの黒の隅のスペースを奪われてしまいますね。はい、このように打っても、はい、まあこれではちょっとスペースが足りないですね。はい、まあ広げても急所に打たれてしまいますし、まあこの辺にね打っても狭められて、黒は二眼を作るスペースがありません。じゃあこっちに広げていくというのも、やはり狭められて、そして真ん中に置かれると、これいかにも黒苦しそうですね。二眼を作る余地はありません。というわけで正解はもちろんこちらの2の位置に桂馬するという形ですね。これ反対側では意味がないですね。これ猿滑りに白に打たれてしまいますので、はい、これ猿滑りを防ぎながら2の位置の急所に打っているというところがポイントなんですね。そして白がこちらから狭めてきたら、はい、ここでももう一度2の位置に打つというのがぴったりなんですね。これも面白いですよね。こことここに連打することによって生きると、はい、やはりね2手でここの一眼を確保できるというのが2の位置のいいところですし、そしてこれによって真ん中の方の一眼も確保できています。黒はぴったり生きることができました。じゃあ白が反対側の2の位置を防いできたら、今度は広げていきます。これはやはり最初にコスんだ時と比べてですね、白に猿滑りを打たれないようにしてあるということですよね。はい、これによって黒のスペースがかなり広がっています。まあ、白がこれ内側から何かやってこようとしましたら、こっちから打つのが面白いですね。はい、こう打つことによって白はこちら側につながることができないですね。放り込んでいって、そしてまた放り込んでいって、まあ、取れば、追い落としという形になりますね。まあ、これはね枝葉まで解説していくとキリがないので、この辺りにしておきたいと思いますけれども、まあ、とにかくねこの桂馬がうまいということですね。そして、白がこう打ってきたら、またコスミがまたまたうまいということですね。さあ最後はこちらの問題です。白に、まあ、ここにね打たれてしまって急所を突かれていますよね。まあ、ほっとくともちろん切られちゃうわけなんですが、じゃあ普通の発想だとね、黒はこちらに打ってこの白をしっかりと制していくと、ここに白に入られないようにするということになるんですけれども、しかしこれは猿滑りを食らってしまいますね。そうなると黒のね生きるスペースが著しく狭まってしまいます。はい、まあ、このようになると何が作れないということになります。というわけでこの形の正解はこちらの2の位置に打つということなんですね。はい、これで、まあ、こっちをね捨ててしまうんですね。はい、そしてこの尻尾を捨ててもう一度この2の位置に打つということですね。まあ、これによってね、まあ、こうしても受けておいて綺麗な2段ができました。やはり今回もこことここのね2の位置の連打によって最小限の手数でこの1の位置の場所のね目を作っているというのが光っていますね。
じゃあ白がその急所を奪いに来たら、それからここに打っておけば、まあ、こっちも取れてるし、こっちも取れてるということで、黒がね、大威張りで生きてしまいますね。こちらに張ってきたら、そこで繋いでおけば、やっぱこの点がね、猿滑りを防いでるというのが大きいですね。はい。まあ、白が内側からやってくるのは、まあ、このように打ちまして、ちょっとこの辺ね、さらっと、いきますけれども、はい、このようにね、中手にならないように、この白をね、取ることができますので、黒、生きれますね。まあ、今手順の中でね、さらっとここに放り込んだんですけれども、これはあの白にね、この、まあ、こういう風にやっちゃうと、こう打たれて、五目中手にされてしまうというのを防ぐ、まあ、一つの急所なんですね。まあ、これはちょっとまた別のテーマで詳しく触れていこうかなと思います。はい。ということでね、まあ、この形もやはり実戦でできやすそうな形をしています。というか、実際に実戦で、できてるのを見たことがあるんですけれども、はい。こちらのね、テーマがいい手となります。さあ、ということでいかがだったでしょうか。2の1がいかに急所なのかというのを感じ取っていただけると嬉しいです。やっぱりね、最初は慣れないとなかなかここ発想として浮かばないと思うんですよね。やっぱりこれは途中でも言ったんですけれども、詰め子の手筋なんですよね。逆にこういう生き死にが絡んでない時にはあんまりこう2の1が急所っていうのは関係なかったりするので、しかし今回の動画をきっかけにですね、まあ、2の1がいかに大事なのかというのを感じ取っていっていただければ、実戦でもね、これが必要になった場面で発見しやすくなるのではないかなと思います。はい、ということで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメントもお待ちしております。そしていろいろなコンテンツがありますオンラインサロンの方も募集しておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄からチェックをお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。